シプロ 500mg 上、シプキサノン上200シプロフロキサシンとは、乳ノロン系の抗生物質の一つ。バイエルより、シプロキサン、シプロの商品名で販売されているほか、高発医薬品も存在する、フッ素を持ち、フルオロキノロン薬に分類される、シプロフロキサシンは、広域抗生物質であり、グラム陰性、グラム陽性のいずれのバクテリアにも活性である。 デオキシリボ核酸日本鎖の切断、再結合を行う酵素である DNA ジャイレースに結合し DNA の複製を阻害することで抗菌作用を示す。DNA の複製が阻害されることでバクテリアは細胞分裂ができなくなる。主な副作用は他の抗生物質と同様消化器への刺激である。一般的な安全性と効力と広域性からシプロフロキサシンは 耐性菌への感染に対する最終手段として用いられる。しかし、使用回数や使用期間とともに、シプロフロキサシン耐性菌が病院内で増える結果となる。細胞の培養では、シプロフロキサシンは、マイコプラズマへの感染に対処するために用いられる。フラボノイドの一種のクエルセチンは、フルオロキノロン薬と相互作用する可能性がある。クエルセチンは、 バクテリアの DNA ジャイレースに競合して結合するためである。フルオロキノロン薬の効果が阻害されるか高められるかは明らかになってはいない。アルミニウム、マグネシウム、カルシウム、鉄、亜鉛などの金属の価値音はフルオロキノロン系の抗生物質とキレート作体を作り吸収を阻害すると考えられている。アルミニウムを含むスクラルファートは シプロフロキサシンの生物学的利用能を約4%まで低下させる。シトクロム P450K で代謝される薬物の毒性がキノロン薬によって高められる。キノロン薬はまたガバー受容体に作用して神経系の病状を引き起こすことがある。その作用はヒステロイド性抗炎症薬との相互作用により強められる。特にジクルフェナクの併用で軽電例がある。 適応禁種本在に、感性のブドウ球菌属、腸球菌属、炭素菌、大腸菌、クレブシエラ族、エンテロバクター族、緑脳菌、レジオネラ族適応症、排血症、外症、熱症及び、手術層等の二次感染、肺炎、腹膜炎、胆脳炎、胆管炎、炭素。ありがとうございます。